ウィズチャンネルをご覧になっている皆様、お疲れ様です。ニューレディの肉の工事肉よです。本日もウィズ編集部に寄せられた様々なお悩みにふわっと回答していきたいと思います。イエス。年収200万円の田舎暮らしの夫と結婚して専業主婦になりました。子供はいません。家は親の持ち家を譲ってもらい、田舎なので生活費などにはそこまで困らないのですが、このままだと女としての自分がどんどんなくなりそう。人にも会う機会がなく、社会からの疎外感も若干あります。お金をかけずに自分磨きをしていつも輝いているには何から始めればいいでしょうか。北海道厚真町にお住まいのお米さん34歳の方からのご相談です。厚真町は苫小牧の東にあって、北海道の、玄関口である新千歳空港から車で30分ほど南に行った道央に位置する町ということですよね。稲作が盛んで、あとハスカップの作付け面積が日本一ということで有名な場所ですよね。ハスカップはブルーベリーに似た味だけど、より栄養価の高いスーパーフードで、厚真町のものは生食でも甘くて美味しいというのが売りみたいですね。ハスカップって食べたことがないんですけども、果物が大好きなので今度北海道に行った時にはチャレンジしてみたいと思います。さてね、北海道の中では比較的温暖で美味しいものがたくさんある厚真町にお住まいのお米さんですが、お悩みは田舎暮らしで人に合わず社会に疎外感を感じていて、いつまでも輝き続けるには何から始めたらいいかっていうことですよね。確かにね、厚真町って面積を調べたら 404.6km 平米、そこに人口が4396人、これは同じくらいの面積の長崎市、ここは 405.9 平米というのに対して人口が40万人弱いるみたいなんで、これはね100倍近い差があるっていうことなんで、かなりの違いになりますよね。やっぱりね、北海道はでっかい道だなっていう風に思いました。これじゃあなかなか人に会うことも少ないかもしれませんね。ただね、私が考えるに、北海道は日本の中でも観光資源や農業のポテンシャルも含めて一番可能性がある地域だと思っています。本当にね、北海道って日本の宝なんですよ。北海道は暖かい東南アジアの国の人々から見たら雪景色というのが憧れの的ですし、実際にもうすでに立派なスキーリゾートというのもたくさんありますし、人がいない、自然が豊富ということは、それだけ人口密度の高い地域の人から見ると贅沢で観光資源にあふれているということになるんです。そしてね、厚真町はその北海道の玄関口である新千歳空港から車で35分程度、その距離でたどり着けるっていうことで、観光としての利便性も考えるととてもすごいところに住んでると思うんですよね。だったらお前が住めよっていう声が聞こえてきそうなんですけども、将来的には郊外に住みたいなっていうふうには思っているんですよ。今はまだ女装やゲイへの偏見がきつい地域でも、そのうち人口が減って50代60代のゲイや女装が若者として歓迎される時期が来ると思うんです。もうすでに来ている地域もあるんですけども、そしたらその地域の発展に尽くして、骨をうずめて生きていきたいなっていうふうには思っています。すいませんね、私の謎の地方移住願望をぐわっとお話ししてしまってね。基本的に都会って若い人向けの街なんですよね。だからお米さんも今は寂しいかもしれないんだけど、お米さんは先に地方に住んでいるっていうアドバンテージっていうのが必ずあると思うんですよね。そこを忘れないでいてほしいなっていうふうに思います。相談文にいつも輝いていたいということを書いていらっしゃったんですけども、お米さんはまだ若くていいなっていうふうに思いました。私も若い頃は輝いていたいなんて考えたこともあったんですけども、もう40代も後半になると老化で現状維持すら難しくて、輝くって何っていう感じです。でもそれなりに毎日は楽しくなるようには心がけています。楽しさって何なのとなるかと思うんですけども、それってやっぱり好奇心を持って周囲を見渡すことだと思うんですよね。でその好奇心っていうのはどこからやってくるのって言われると、
やっぱりね、人間からなんですよね。今の時代ね、 SNS やインターネットでたくさんの情報や人に触れられるようになりました。この Wiz オンラインにある Wiz クラスもそうですが、都会からのたくさんの発信を厚真町でも見ることができるようになっているんです。また都会でなくとも地方から発信している情報というのもたくさんあって、この地域ではこういう取り組みをしているんだっていう学びもね、たくさんあるんです。そういったね、情報に触れてみて、興味のある人を追いかけてみたり真似したり、自分でさらに調べてみたりするといいと思います。そう考えると、本当にリアルのコミュニケーションが好きで好きでたまらないという場合を除いては、都会に住む意味ってどんどんなくなっていっているんです。コロナ禍っていうのは大変な一面もありましたが、その流れを強烈に推し進めました。気がついた人から都会を離れている気がします。ただね、いざという時に便利なので、やっぱり交通に便利な地方都市というのが注目されています。そう考えるとね、厚真町は新千歳空港まで35分くらいということなんで、利便性が高いですよね。あと、生活に困っていないというように書いていらっしゃったんですけども、好奇心や興味が増えるとお金がかかってくるようになります。そう考えると、お米さんは今専業主婦でいらっしゃると相談文に書いてありましたが、パートやアルバイトからでも収入を得るということをした方がいいんじゃないかな、楽しいんじゃないかなというふうに思うんです。で、やっぱり働くとなると、人間とリアルにコミュニケーションを取ることになるので、自然とね、自分に気を使うようになります。例えばね、軽い化粧をするようになったり、あと服や小物にも気を使うことになるかと思います。そうするとね、それをきっかけにまた好奇心や探求心が刺激されて、それをネットで調べていくということをしてみるといいと思います。このね、Wiz オンラインをはじめ、ネットにはコスパの良いやり方などもたくさん載っているので、そういったものを参考に割安におしゃれも楽しむことができます。最近のニュースなどでは、農業分野で今まで貴重な労働力であった外国人が円安やコロナの規制などで日本に来れなくなって、人手不足というような話を耳にします。そういった人手不足のところであれば、大事に取り扱ってくれるんじゃないかと思います。やっぱりね、人に必要にされるって自分の価値を再確認させてくれる基本なので、そういったところからお米さんも始めてみるのはいいかもしれないなというふうに思いました。頑張ってね、はい、よろしかったらこれからもチェックをしてください。高評価ボタンを押してくださったら嬉しさのあまり、踊るテッドテンが踊るテッドテン明日を呼ぶと、厚真町のお祭りで歌われる田舎祭り音頭を一節歌ってしまいます。ネットにもあったので歌詞を読んでみたら、とても豊かで楽しそうな町ですね、厚真町って。皆様からのいろいろなご相談もお待ちしています。回答する時のヒントになるので、お住まいの地域とペンネームと年齢の情報なんかがあると大変助かります。ではまた相談室で会いましょう。バイバーイ。